やっぱり餌をやる環境とか育つ環境をもう良くしてやらないといい牛はできん、絶対に。これは絶対に、ほっとっても絶対いい牛はできんけん。徳島県で育って、徳島県で屠畜された黒毛和牛、その中でも A4 の5以上の黒毛和牛の最高級のを、阿波牛と称して販売してます。他県のブランド牛よりはリーズナブルで、特に農営牧場さんの阿波牛がお客さんに美味しいって言われるのは水ですね。水が、中川、下流域の地下水を汲んで黒毛和牛を育って、それが和牛になってます。だから、やっぱり環境と餌とが、美味しい肉の出来の違いになってきます。系統が7割、餌が3割と、もとだからなんぼ系統いい牛飼っても育つ環境とか餌とかが悪かったら、せっかくのいい牛飼ってもそれが生かされんようになるし、まあ、少々系統にこだわらず大きくなるような牛を飼っていい餌をやっても、それだけの種筋がないんでいい牛が出る確率も少ないし。で、延べ牧場の、阿波牛は、全てメス牛を、肥育してます。去勢牛の方が増体ができてサシが入って、まあ、大きくなりやすいんですけど、でもメス牛は飼い方が、大変難しくて、大変なんですけど、その代わり、肉質が美味しくて、柔らかくて、脂肪に甘みがあります。阿波牛は、やっぱり食べていただいたら全然、肉のうまみ、そして、脂の、甘みが全然他の国産牛とは違います。